14年ぶりか。危ねえな。何者だ？なぜ私の後をつける？自意識過剰過去の野郎、ただの散歩だよ。そうか、次の人生では散歩のコースを変えることだ。多少痛いのは勘弁しろよ。言うではないか。よほど腕に自信がある。ああ、手加減はしておる。後悔するな。エスカルがいい。聞こえや。何してんだ？どこのどなたかは存じませんが、止めないでください。そうですかってバカか。どこのどなたかは存じませんが、そんな風に死なれたら目覚めが悪いだろうが。私はこの時代の人間ではありません。昔ここで耐えたフレーゼ家のものです。この魔道具時渡りの首飾りで過去からこの時代にやってきました。この魔道具には死んだ父の残留思念が宿っていて、いつか完全に私は意識を奪われるでしょう。父は何か恐ろしいことを考えているようなのです。私はそれを止めるためまだ意識のあるうちに死のうとしていました。お前はそれでいいのか？え？死にたいの？まずありません。だったら死ななくてもいいように努力しろ。でも私は父の意識に逆らえない。この首飾りを捨てることもできない。じゃあ俺が止めてやる。私を殺してくれますか？お前が親父に操られてとんでもないことをしそうになったらな。